スマイルクッキング。今日はピーチラッシーフロートを作ります。まずは白桃半割りの1個半を5ミリ角に切ります。最初に5ミリ幅に薄く切ります。したらこのままさらに5ミリ幅に切ります。向きを変えてさらに切ると角切りになります。残りの白桃をこのように袋に入れてレモン汁も入れます。でしっかり閉じて手で潰します。でこのようにペースト状になるまで手で潰します。次にラッシーの材料を混ぜ合わせます。でこのヨーグルトの中に牛乳を入れます。ここで一度混ぜます。ここに缶詰のシロップを入れます。グラスに盛り付けていきます。まず潰した白桃を入れます。白桃を入れたらラッシーを静かに注ぎます。ラッシーを注いだら角切りにした白桃を入れアイスクリームをのせます。お好みでミントを添えます。今日のポイントです。今回は白桃を袋に入れて潰していますが、ミキサーを使うとより滑らかに仕上がります。